Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナ名古屋お送りいたします。先週も言いましたけどね、もう暑くてね、脇汗がね止まらないんですけどね、ついにね王子汗もになりました。滑り王子マスクマンでございます。おだまり、はい、はい、お隣、はい、本当に暑いですね。その割にあんまりすっきり晴れない夏空が恋しい味噌煮込みスキーと、もう暑いんですよ本当にですね。涼しいとこ行きたいなと思うんですけども、コロナ禍で行くことができないダンサーズでございます。はい、以上の3人でお届けします。はい、今週のテーマは野球ベースボール。今週のテーマは野球です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトリスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州沖縄を選択し FM ギノワンを選択してください。本日はゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストはユーフォニアム奏者テルキナトシノリさんになります。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中。大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート、東海協和個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、それではメールをね読みたいと思います。はい、お願いします。お願いします。今日のねテーマ野球ですからね、たくさん来てますよ。はいはい、ハイタイ名古屋チームの皆さんこんばんは。ホークスファンだよ、アレックスさんです。知ってましたよ、ありがとうございます、はい、いやこれもマニアックだな。いや高橋玲はやっぱり先発向きだよ。中継ぎだと点取られるし、今年の東浜はすごいいいと思う。ストレートのキレと速度が素晴らしい。ギータは三冠王を狙いそうよね。なんと言っても、アキラよね。つなぐ4番、中村アキラ、今年もホークス勝ってほしいな。すごいね。よく見てますね。すごいですよね。すごい。ここまでだとね、まあ、今、王監督ではございませんけどね、取締役かな、ね。王さんもね、喜んじゃうと思いますよ。このメール見ると。ありがとうございました。ありがとうございます。ではいいでしょうか。はい、キウナ名古屋の皆さんこんばんにゃ。こんばんは。こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムイカリです。ありがとうございます。ありがとうございます。今夜のテーマ野球。今から約40年前、小学生だった私をはじめ近所の男の子たちの主な遊びは野球でした。しかしグローブとか野球に必要な道具は柔らかいボールのみ。ちなみに沖縄ではプーカーボールと言います。あとは子供が握れるくらいの軽くて細い適度な長さの角材があれば、これで野球遊びが成立です。当時は空き地がたくさんあったので、場所の広さに応じて2塁までの設定にしたり、
人数は必ずしも9名編成じゃなかったり工夫して遊んでいましたね。しかしピッチャーと守備は最低1人いた方が良いですね。その時はキャッチャーは相手チームから出してもらうなど、合計最低4名いると遊びが成立します。もしそれ以下の人数しかいない場合は、当時私は団地で生活していたので、団地内の細長い歩道を使ってバットを使わずボールを転がしてもらい、手を水平にスイングして打つ野球。当時私たちはゴールベイと呼んでおりました。ゴールベイをやりました。遠い昔の私の野球についての思い出でした。では番組最後まで頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごい、なんか野球って言ってもすごい工夫してね、いろいろなですね。あのね、よくあの、うん、サッカーボールでね、キックベースとかね、うん、そうやって野球やったりとか、まあいろいろね、そういう工夫しながらっていうことはできますよね。ね、そうですよね。野球って結構広い場所使うから、ね、そのちっちゃい場所だったりとか、人数が少なかったりとかする工夫ってすごいですね。うん、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。続いてですね、ぴょんぴょんさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私、あまり詳しくありませんが、八重山高校の活躍は素晴らしく、今の沖縄はコロナで暗い日々の中、高校球児の活躍はとても勇気をいただきました。どうかコロナが早く収束してほしいです、ということですね。八重山高校、はい、強い今年ね、優勝ですよ。県のね、強いですね。またね、こうやってね、優勝チームの中からね、プロ野球にね、進むっていうね、子たちも出てくるかもしれませんので、ね。でも今年は甲子園がないのがね、やっぱり。うん、まあどうしても ね、まあ今の時期はしょうがないですね。ね、しょうがないですけど。はい、では続きまして。はい。こんばんは、かみつきばあちゃんこそ、ごめんなさい、かみつきばあちゃんこと、ようこねーねーです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。野球。今は全くプロの選手や高校野球の情報も知りませんが、子どもたちが野球している頃はプロもほとんど知っているし、もちろんどのチームも。高校野球に至っては、来年は甲子園にここが出てくるね、このピッチャーすごいよね、この人すごいけどチームが悪くて甲子園に出られないとか、毎日こんな話題。あの頃は化粧品とか服の話題は一切なかった。週末になると冷凍庫はおしぼりを凍らせ、レモンの輪切りを大量に作りという生活。そして三男は大学も野球スカウトで入り、韓国に留学していたこともあり、ほー、すごいですね。今はメジャーに行っているオースンファンという阪神にいた選手の沖縄キャンプでの通訳をやった経験もあります。すごいですね。すごいですね。私はミーハー根性でサインをもらってって何度も言ったのに、結局もらうこともなく、韓国のチームファンファイーグルスとは今も交流あるようですが、もう巣立った息子たちのことで他人事です。うん、でも私の顔のシミは野球で培ったものです。おい、息子3人大人になったんだ、なんか恩返ししてシミクリームくらい横3回という気持ちです。でもその頃某スーパーで勤めていた私は、付き人を連れて歩く新庄を見つけた店員はサインなど求めてはいけない規則でしたが、競歩選手並みに歩き、小さな声で新庄さんと声をかけて握手を求めたら、あの頃大スターだった新庄が真っ白な歯を見せ、2歩駆け寄り握手をしてくれました。王子様みたいでした。息子たちに感謝。横断中の星野監督を引きそうになったこともありましたね。これ大変なことになりますよ。最後の、新庄さんの話からのこの星野監督引きそうになったあたりがちょっとびっくりしましたけど。天国から地獄になっちゃうよ。危なかった、危なかった。よかったですね、引かなくてね。大変なことになりそうでした。でもすごいですね、なんか息子さんのエピソードなんですけれども、ね、そうですね。いろいろ、まあ、かなりいろんなことに精通されてる、ね、うん、ねえねえでご、ねえ、だと思いますよ。ねえねえ、うん、でございますよ。はい。はい。はい、ね、ありがとうございました。じゃあ、はい。CM になりまして、ゲストコーナーです。はい。
ことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。ゲストコーナーでございます。今日はユーフォニアム奏者テルキナトシノリさんです。こんばんは。こんばんは。どうもご無沙汰してます。ご無沙汰しております。はい、はい、テルキナさん、まずはですね、自己紹介の方お願いしてもよろしかったですか。はい、ユーフォニアム奏者のテルキナトシノリと申します。ですね、大体こうやって自己紹介すると、はい、ま、特に私今愛知に住んでるんですけども、はい、沖縄に住んでない人にとってはですね、ユーフォニウムのテルキナって聞いても何にも伝わらないことが多いんですけども、はい、今日お聞きの皆さんには少なくともテルキナっていうのはすぐに理解していただけてると思います。はい、それでもう一つのユーフォニウムっていうのなんですけども、金管楽器の仲間で、まあ、トロンボンの音域の楽器なんですけども、そういうのを吹いて、なりわいとして生活しております。はい、はい、ありがとうございます。今ですね、 BGM でテルキナさん率いるチーズさんですね、はい、の、今新しい地図を BGM に流しているんですけども、実は、はい、我々の番組大変地図さんの楽曲大変お世話になっております。 ありがとうございます。実はオープニングと、エンディングの、はい、BGM に使用させていただいております。ありがとうございます。大変光栄でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いつもこちらのですね、オープニングが流れると、はい、あ、始まったっていう感じがするんですけども、ちょうどこのチーズさんの楽曲のですね、散歩と冒険ですね、はい、こちらと、エンディングの方が、サンダル観光者を、はい、使用させていただいております。あ、ゆったりした感じの曲でエンディングって感じですね。はい、こちらを使用させていただいております。本当にお世話になっております。いえ、こちらこそありがとうございます。ですね、まあ、こういったですね、最近の事情でございますが、はい、いかがでございますでしょうか。ですね、
皆さんの周りの、そうですね、お仕事されてる方と同じような感じだと思うんですけども、はい、音楽を仕事にしているんですけども、やっぱりコンサートとかライブというのが、だいぶ少なくなってしまいまして、はい、あとは管楽器、金管楽器を教えるようなお仕事もしてたんですけど、そういうものも、はい、随分少なくなってしまって、はい、家で壁に向かって、ポエムを綴る日です。ポエムですか？当たりの冗談なんですけど、はい、ポエムは作らないんですけど、はい、外で演奏できなくなってしまった分、はい、自宅で今、配信ライブというのをやっておりまして、うん、はい、で、そう、配信ライブって聞くと、例えば弾き語りの人が自分で、その自宅から自分だけで、その演奏してる様子を、はい、流すっていうような感じが多いと思うんですけども、はい、私はですね、はい、最新技術を駆使しまして、インターネットを通じて、はい、今オンライン上でセッションができるっていうソフトがあるんです、うん、実はですね、私それに今とても興味持ってるんですよ。あ、そうですか。はい、ヤマハさんが流してヤマハさんがやってるやつですよね。はい、シンクルームというやつ。そうなんですね。はい、で、今私がやってるチューバマンショーというバンドで、はい、ユーフォニウムとチューバの二人編成なんですけども、はい、相方が神戸にいるんですけども、はい、神戸のそのチューバマン自宅とつないで、はい、オンラインセッションをして、その様子を、まあ、映像付きで配信するっていうライブをやっております。あ、そうなんですね。ですね、実はこの、ヤマハさんの今されているこのクラウドサービス、私もちょっと調べてて、はい、大変興味があってですね、はい、低遅延で高音質というもので、そうですね、はい、というところがすごい興味があってですね、調べておりました。はい、でですね、まあ、今ちょっと、はい、はい、どうぞ。なんかLINE とか、はい、メッセンジャーとか、そういう、はい、もちろん Zoom とかでもいいんですけど、はい、そういうもので、まあ、会話はできると思うんですけど、はい、一緒に音を出すっていうことができないんですよね。うん、はい。で、それがシンクルームを使うと、同時に音が出せるようになるっていう画期的なものなんです。そうですね。はい。はい、結構ですね、あれ最高5時間でしたっけ、6時間だったかな、なんか6時間ですね、6時間ですよね、使えるもので、はい、本当に5人ぐらい集まっても一緒に聞こえちゃうというやつですよね。はい、 あれはすごいなと思いましたけど、ということでですね、ちょっと隣にいるですね、はい、てるきなさん、ご無沙汰しております。味噌煮込みスキーです。あ、どうも、はい、こんばんは、こんばんは、ご無沙汰してます。この番組では初めましてになりますけれども、はい、てるきなさん、チューバマンショー、はい、ちょっとライブ延期になってしまったってお聞きして。あ、そうですね、ね、残念ですけれども、なんか CD ももう作りになられたそうで。あ、はい、はい、今 CD のそのデータは全部揃ってて、うん、あとその入稿するだけっていう段階なんです。あ、もう少しで新しくリリースする予定ということで。そうですね。で、それの、発売の記念になるようなコンサートを8月末に計画してたんですけども、名古屋でやろうと思ってたんですけど、はい、ちょっと、世間の様子が怪しくなってきてしまったので、ちょっとだけ様子見て、まあ、1ヶ月程度延期しようかなっていう感じで今考えております。なるほど、そうですか。ちょっと状況を見てっていうことでですね。そうですね。今、県外からもですね、県外というか、大阪、関東ですね、関東の方からもちょっと、ツイキャスでいただいておりまして、はい、てるきなさん、そのユーフォニウ
ウムのことがちょっとわからないみたいで、ユーフォニウムっていう楽器がどんな感じかっていうのを少し教えていただけますでしょうか。そうですね、皆さんトランペットわかりますよね。で、はい、トロンボーンも大抵の方お分かりいただけると思うんです、うん、でそれよりもう一回り大きいチューバっていう楽器があるんですけども、はい、チューバになると知ってる方がぐんと減っちゃうんですけども、そうですね、はい、はい、一番低音を支えてる楽器なんですけども、はい、そのチューバを見た目そのまんまギュッと半分ぐらいの大きさにした楽器なんです、うん、はい、ありがとうございます。なかなかそうですね、はい、今ちょっとツイキャスでもそのテルキナさんのユーフォニウム奏者っていうご紹介でまだちょっとあれなんだろうっていう方がいたので、ちょっと今ご説明をお願いしてしまって、はい、ありがとうございます。そうだと思いますね、ですね。それから琉球ポリゴンさんの方にも参加されていて、はい、新しいアルバムがねリリースされたということで。あ、そうですね、はい、コタン、はい、名古屋五基礎の沖縄のお店、はい、コタンの今、はい、ウェブショップっていうのがあるんですけども、はい、そこで通販が始まってますので、もしよろしければ、名古屋コタン、ウェブショップで検索していただけましたら出てくるはずですので、はい、ぜひ見てください。あ、はい、名古屋コタンで検索ということで、はい。ごめんなさい、約1名ですね、ちょっと喋りたくてうずうずしてる人がいるんで、ちょっと変わりますね。はい、ウェルカムです。はい、お久しぶりでございます。マスクマンでございます。こんばんは。テルキナさん、お久しぶりです。テルキナさんといえばですね、演奏はいいんですね、はい。決めのポーズがあるじゃないですか。ね、はい、ね、ガッツポーズのようなね、素晴らしいのをね、はい、またね、一緒にやりたいなと思いますけども。ああ、ぜひ、ね、ちょっと撮りたいです、ね。ただ今、王子ちょっとね、脇がちょっと汗もかできましてね、ちょっと擦れて痛いんですけども、はい、頑張って直しますんで、一緒に、ね、スペシャルポーズを撮りましょう。はい、ね、ぜひ。またライブが。はい、ね、そうですね。ね、またね、ライブでお邪魔したいと思います。はい、お待ちしております。はい。はい、お時間となりました。はい。またですね、ぜひライブお邪魔したいなと思ってます。またちょっと、ま、ねはい、今のこのご時世が収まりましたら、うん、ぜひ、お邪魔させて、はい、よろしくお願いします。させていただければと思います。はい。本日はどうもありがとうございました。はい、はい、こちらこそ。ユーフォニウム奏者、テルキナ・トシノリさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、メールいきます。泉さんの特急さんさんからですね、ありがとうございます。ありがとうございます。プロ野球が大好きな僕、休みとプロ野球の試合日程が合えば観戦に行きます。あと観戦していないのは楽天の本拠地だけです。ほら、すごいですね。大阪はもちろん、札幌や福岡、広島、関東にあるプロ野球の球場に行きました。関西で亡くなった大阪、西宮、藤井寺、日生、あら古いですね、日本生命野球場、近鉄の準フランチャイズにも観戦に行きました。もちろん名古屋球場や星野監督時代も観戦に行きました。今コロナの関係で観戦するには厳しいですが、万全な対策をしてまた観戦に行きたいと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。なかなか野球通でございますね。ですね、はい、はい、よろしいですか。はい、はい、こんばんは、富山のたっちょんです。ありがとうございます。
会社でヤクルトを飲み始めたため、今年は東京ヤクルトスワローズが優勝します。笑い勝った次の日に飲むヤクルトは格別です。しかしヤクルトを持ってくるヤクルトレディは、あ、昨日勝ったんですかとヤクルト愛が感じられませんさて、名古屋の皆さんは地元にプロ野球団がありますが、やっぱり中日ファンですか？そうですね、はい、そうですね、はい、そうですね、はい、ホームゲームだとすぐに行けていいですね。職場も中日ファンが多いので肩身が狭いですちなみになんですが、私、はい、あのネオくんの家に近いです。あら、あら、あら車で30分ぐらい。なんでもバッティングセンターがないので、富山市中心部まで車で1時間ほどかけて行って行ったそうです。あ、そらそうです。ネオくんの家の周りはコンビニすらないところですから。あ、うちネオくん見ましたよねえ、うん、今見たんでね、はい、でも何もないところでも力につけられ、あ、違う、何もないところでも力をつけられるんですね。いろいろ、あの、高校の時はいろいろ大変だったでしょうけど、天才はやっぱり違うのかな、うん、活躍が期待されます ね、 そうですね。でもしかし隣の石川県出身世界の奥川くんがヤクルトに入った入団したので、なんだかんだ言ってもやっぱり今年は東京ヤクルトスワローズが優勝しますはい、ヤクルト愛が、はい、そうですね、倍のメールでした、はいはい、みるみるも飲んでください。そうですね、はい、続いてですね、はい、銭形警部からですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本日のテーマの前に、おめでとうメッセージがございます。あら、はい、4日早いのですが、滑り王子マスクマンさんの誕生日を迎えるので、マスクマンさんに、お誕生日おめでとうございますということで、よろしくお願いいたします。恐縮でございます。ありがとうございます。まだ4日も前だけど、ね。4日も前。前ですけどね、8月4日でございます。あ、4日じゃないよ。自分の誕生日間違える?8 月8日ですね。はい。88でございます。はい、7日のミュージシャンにおいて、おめでとうメッセージをお送りいたします。恐縮でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。さて、今週のテーマ、野球といえば、今年は新型コロナウイルスの影響で、春の選抜と夏の高校野球大会が中止になったこともそうですが、私自身としては沖縄で日本ハムとソフトバンクのプロ野球公式戦が中止になったのはとても残念です。ソフトバンクのファンである私にとっては一度でいいからプロ野球公式戦を見たかったので、来年はぜひ観戦したいものですということでございます。いや、あのね、この野球のメッセージよりかね、この王子に対するね、あのおめでとうメッセージの方がね、響いてきちゃいましたんでね、本当に今日はね、恐縮でございます。おだまり。はい、もうエンディングですね。はい。もうエンディングでいいですね。いいですね。はい。はいはい。はい、来週のテーマは？やまあ。はい、来週のテーマは山です。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和ザ・カバーズ絶賛発売中、大城マネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A と名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、ツイキャス実はね、ひろっちさんとシュプリームさんからもいただいているんですけれども、ちょっとごめんなさい、今日は時間がなくて読めない。はい、あとお初でしょうかね、マイドさん、はい、はい、ありがとうございます、マイドはい、ということで、はい、また来週、はい、来週です。もうやだな、はい、今週も聞きいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございます。あのね、今ね、閉店からのタイミングを間違えましたね、ちょっとね、時間結構なかったんでね、へが入ったかな、へが入ったね、ちょっとツイキャスもね、ひろっちさんとシュプリームさんからもいただいて読みたかったんですけれどもね、 あとです、マイドさん、ニヘデイビルズ、ニヘデイビルタン何の真似だ、はい、ということで、はい、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。